みんな難しいな。お、びっくりした。びっくりした。So wonderful。 ここから撮っていこうか。終わってるよ、食事が。食事が終わってますけど。食事が終わって、おかかはどこかってここで。かかさん。だってもうないもんね。かかさん、ここにお願いします。もう空っぽですもんね。空っぽだけどさ。全部きれいに食べ終わったよ。食べ終わったね。うん、偉いね、おかかちゃん。おかかちゃん、ここでさ、捨て。これ、捨て。偉いね、偉いね。ばあちゃん家に帰ってきてから、目が赤いから、うん、まあ、結構なんか疲れると目が赤くなるから。ね、まあ、それはあるよね、前からね。そう、眠い時とかね、うん。眠いんだなって、早く寝かせようって言って、うん、その日は寝かせたんですけど、うん、次の日にね、あれ、腫れてるっていうか垂れてる、腫れてるっていうか垂れてたわけよ。そう、おかかさんの目がちょっと怖い感じになってて、ねえ、すごく目がおかしなことになってたわけ、ね、そう、なんか下まぶたがこう下がっちゃってデローンってなってた ね、うん、そう、そうそう、ね、だいぶ治ったね。何日だった？4日ぐらい。うん、そうだね、4日ぐらいかな。4日、うん、4日目ぐらいなんですけど、目薬で治療してね、まあ、そう、目薬、初目薬だもんね。その前回出したやつ、だってない、前回取ったやつ、うん、が、あの、うん、目薬初めてやるやつ、ヒーってなってたやつ。そう、すっごいびっくりしてて、うん、はい、いいですよ。おかかさま、おかかさま、なんでしょう、これおかかさんもなんか食べ物だと思ってますね、これ。そうなんですよ、美味しいおやつだと思ってますね。ってなってるけど、違うんだ。実は違う。おかかさん初めてだから、目薬。昔さ、こういうやつで耳に入れるやつとかやってたね。そういえばね。あ、どうなの？あ、いっとこいちって。あれ。どうした？急にどうした？目薬初？それ何？ちょっといい匂いじゃないって思ったのかな。思ったかもしれない。耳。怖いかね。見えねえ、顔が。そうだろうね、それ、その向きはその向きじゃ見えないんじゃないですか、そりゃ向きが悪いよな。よいしょ、よいしょ、見えた。そっちから垂らせる？その不思議な、怖いんだよ、ほら。普通どうするの？普通上からでしょ、だって。逆、逆さ、逆さになっちゃってる。垂らすのなんかちょっと逆じゃない？だってひっくり返した方がいい。だってこう上見てるところでピッてやるっていうのが普通だよね。だから触れてきた。あれ、なんでなんでなんで。待って待って、そのあんまり先端をさ、目につけない方がいいんじゃないの？そうか、汚れちゃう。そうだね、上手上手上手。パチパチしてね、パチパチしたね、えらいね。そうか、あ、大丈夫、一滴ずつでいいの、それ。お、なんか入ってた。そんな難しいんだ。お、びっくりした。びっくりした。びっくりしたね。上手、大丈夫。上手。初めてだから。なんか垂れてきた。上手、頑張ったね、頑張ったね、頑張ったね。おしまい。でもやっぱりみんなんか結構みんな YouTube の動画見たりすると、うん、ダメだって、うん、克服みたいな、するぞみたいな、そういう動画がいっぱいなぐらい、はい、目薬ってみんなやっぱ怖いみたいで。やっぱ怖いんだね、うん、で、おかかも案の定、はい、怖い、うん、なんじゃそりゃってなる。そして何、結局克服できたの？いや、できてないね。できてない、うん、そうか、うん、一回今の状態をお見せしておきますか。そうしましょうか。目薬どんな感じか、はい、はい、どんな感じか。おかちゃん、じゃあちょっと待ってて、うん、今ね、今は、うん、とにかくその待てて、おかかさん、なんていうの、目薬をただ刺すっていうのはもう怖すぎて無理だから、うん、どうしてんの結局。おやつをあげつつ、うん、あ、違う、おやつあげつつじゃない、あ、おやつあげつつあげたら、うん、
おやつどころじゃねえ、なんだそいつはってやっぱなっちゃうから、おやつをこう前に出しながら、はい、なんかあれなんそれのために頑張ろうみたいな。お薬をまずやって、なんか5分後ぐらいにヒアルロン酸やるみたいな。そう、2回打たなきゃいけないのがちょっとかわいそうで、つないよね、そうやって。そう、ちょっとかわいそうで、ちょっと待ってね、ちょっと待って、いや、こういうことですね、こういうことですね。はい、はい、まずはちょっと若干の固定をします。うん、最初はね、最初はね、うん、寝かせてやってたの、うん、でもやっぱりなんじゃそりゃってすっげえ動くから、まだ難易度高い。ほらちょっと今、あ、なんか、あ、それ、あ、あ、やっと逃げたい逃げたいの、前に逃げたい、前に逃げたいの、けど完全にロックされている。おやつもあるから頑張れるかな、おやつがあるから頑張れるかな、そんなことある、頑張れるかな、やつを見ながらの、ちょっとちょっとあれだね、ちょっとだけ頑張るぞ、いいかな、ちょっと頑張ろう、お母さん頑張って、お母さんどうなってる、どこピッとして、どっちから、こっちから、こっちから行く、うん、うんうんうん、これね、あ、めてめて、ちょ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 っと頑張ろうね、お母さんちょっと頑張ろう、入った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 、えらいじゃん、入ったよ、あ、もうちょいかな、入った、わかった、うん、ちょっとわかんない入ったの、で入った後はちゃんとこうお目目ちょっと一回つぶってギューってしたくる、で目穴に出てる、そうだねはい、もう一回こっち側、こっちの方が嫌なんだよね、なんかね、そうなの、うん、そっち腫れてた方だよね、どっちかっつったら、だからしみる、あ、頑張って頑張って、あ、待って待って、あれ、入った入った入った、入ってないな、入ってないんじゃない、頑張って、今入った、入った気がするね、入ってないんじゃない、嘘、でも涙っぽいよ、あ、入った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 、あそこだそうだ、でもポロッと落ちたけどあ、そうなのブルーンって落ちたけど、あー、でも入ったんじゃない、さすがに今入った、今入ったね、今入ったね、よし、偉かった、おかげ頑張った、お目目、はい、とも目閉じて、ぎゅー、頑張ったね、偉いね、上手よ、かか上手ね、よし、いらかったね、おかか、そう、ちょっとこれからこれを食べるぞっていうのを前に出しとくと少しは違うなんで目薬だけ頑張んなきゃいけないんだってならない大爆笑してますけどはい、あ、ごめんごめん、おかかさん、あれ、どこ行った、よし、はい、どうぞ、今このレベルですね、なるほど、はい、目薬はでもなかなか慣れるの厳しそうだな、これちょっと前はでももっとビョンビョンしてたの、ね、だからだいぶね、だいぶ改善してきてるところ、あ、ちょっとお母さん手が手が、あ、でも頑張れたね、おかか、頑張れます、すごいじゃん、すごいね、頑張れたね、よかったね、もうちょっと頑張ろうね、完全に慣れてくれるといいね、そうだね、もうちょっと食べる、いいよ、はい、